はい、覆面講師のともひろです。よろしくお願いいたします。はい、今回は中学校の公民の範囲ですね、国民の三大義務というところについてお話をしていきたいと思います。はい、前回というか前々回も含めて公民の中では、3つ三大何々とかっていうことが多いですよっていうお話をしたと思うんですけれども、はい、そちらの中の、はい、義務ですね、はい、日本国憲法の中に定められている、国民の日本国民の、はい、三大義務ですけれども、はい、そちらについてお話をしていきたいと思います。はい、で一つは、教育を受けさせる義務というやつですね。こちらは、通常義務教育というふうに言われているので、まあ、中学校までのことを、まあ、普通教育というふうに言いますけれども、小学校、中学校、はい、この2つまではしっかり受けさせてくださいという形です。で、まあ、正確には条文とかの前に、保護する子女に対してっていうことなんですけれども、まあ、子女とかっていうふうに昔の言い方とかでしますけど、まあ、今でも使いますけれども、あの男女関係なく、はい、あの自分が保護する、はい、保護者である、はい、子どもに対して、教育を受けさせてくださいということなんです。はい、なので、皆さん義務教育っていうふうに言われた時に、中学生小学校って、まあ、小学生の方だったりとかすると、はい、義務教育だから教育を受けなきゃいけないっていうふうに考えてしまう方が結構いらっしゃいますけど、はい、小学校中学校、まあ、それ以外でも、はい、高校大学とかでもいいんですけど、教育をあくまでも受ける権利があるというふうに お子さんの方からしてみたら、はい、なのでそちらは、義務ではなく、はい、あくまでも、親御さん保護者に対する義務ですね。はい、でこれ一応第26条の、はい、2項に定められているものです。はい、別にここまで何条の何項とかまでは覚えてなくていいと思いますけれども、中学生の間はで高校入っても別に、まあ、法学系を目指す方でなければ覚える必要はないので、一応この後も書いていきますけれども、はい、一応そういう形のものですよっていうことですね。はい、でもう一つは勤労の義務ですね。はい、ただこの勤労に関しては権利と義務がありますということになってます。はい、まあ、日本あの国民は、勤労を、する権利と義務を有するっていうような形で書かれてますけど、これが27条ですね。はい、なので、まあ、勤労でもあり、まあ、義務でもありますよということなので、権利に関しては、まあ、この三大義務の中に、一応今のところあれなので、一応、条文の中に入っているという形です。はい、ただ、権利としてもちゃんと持ってますよということは、はい、覚えておいてください。で、この先、また、この労働三権とかっていうものとかが、はい、また三大いくつとかっていう感じで出てくるので、次回以降また三大権利とかって、ごめんなさい、労働三権とかに関しては少しご説明をしていきたいというふうには思いますが、はい、一応この勤労、働ける人は働いてください、はい、働く権利もあるし働かなきゃいけないっていう義務もありますよっていうことですね。はい、で、働いてっていうことで、もう一個は納税の義務ですね。これが、第30条に入っています。はい、ということですね。はい、納税というのは、まあ、そのままですけども、税金をきちんと納めてくださいねということですね。
で皆さん働いてない方とかだと、税金納めてるっていうか多分感覚がないかもしれないですけど、普通に買い物してれば消費税自然に払っていたりとかするので、はい、それもきちんと納税という形になります。で、そうですね、働いている方であれば普通に所得税とかっていう形で、税金は納めることになりますし、例えば、いわゆる不労所得、働かない所得とかっていうのがありますけど、それは何かと言ったら、例えば不動産を持っていて、駐車場を貸し出してたりとか、まあマンションとかアパートを、経営されている方とかであれば、その家賃収入っていうやつで、しているとか、あとは、株とか FX とかそういうような形のものとかで、収益、利益を得たらそれに関する、税金っていうものを、はい、払ってくださいという形ですね。はい、でこの税金に関しても、また、直接税、間接税とか、はい、国税地方税とかっていう分割とかっていうのは中学生の間ですごく細かく、覚えなくてはいけないというところまではいかないですけど、それでも、主な、税金のところとかっていうのは、学ぶことにもなってますし、最近だと中学校3年生で、税に関する作文とかっていうのを夏休みの宿題にしてますとか、はい、そうですね、あといじめに関する問題のことに関して、人権作文とかっていうようなものとかを、はい、夏休みの課題とかにしてる学校とかも中学校とかではありますので、はい、そういうところの中でも、はい、税金っていうのってどういうふうに使われててどういうものなんだろうとかっていうことも、説明しないとというか、理解していないといけないっていう、はい、まあ大人になるにつれて、はい、どうやって税金っていうことがものが使われているのかっていう仕組みとかが、分かってこないと、単純に税金を納めたくないとかっていうことでもないですし、逆に言えば税金取られすぎていることもあるかもしれないですし、はい、そういうことも含めて、まあ、税金に関してもその金額に関しても説明が、はい、きちんと自分の中で、消化できるかどうか、それはあくまでも、この日本国憲法の中にちょろっと書いてこういう形で書かれていたりとか、それぞれ、勤労に関しては、勤労もまたこれも労働三法とかっていうふうに、はい、さっきの労働三権とは違う、はい、三法、三つ法律ありますよとか、はい、税金に関する法律とかっていうのも当然、はい、ありますので、はい、そういう形のものとかっていうのはそこまで細かくはやりませんけど、日本国憲法の中に定められているこういった、はい、内容のものっていうのは理解していただきたいなというふうに思います。はい、で、まあ、今後、先ほど言ったように、労働三権についても、また、次回以降話をしていきたいなというふうに思いますので、またその時にはよろしくお願いいたします。はい、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。はい、よければ、グッドボタン、チャンネル登録、シェアしていただけると嬉しいです。今回もありがとうございました。